ありがとうございます。カルミレと申します。皆様ご来場どうもありがとうございます。1階の皆様、立ち席の皆様、そして2階席の皆様も、盛大なご声援ありがとうございます。私どもハルミレ、今年で結成11年になります。年齢は、3名合わせて約160から170の間としておきます。これを見て、お買い物帰りのお母様方も、私でも音楽できそうだわと思っていただけたら何よりでございます。今日は、もう桜が満開になったという話も聞いてますが、まだまだ寒い。名付けて春にれのハートブレイク。今日は最初から最後まで全曲失恋の歌でお送りして、皆様の心にじんわりとじんわりとじんわりと、ほろ苦い思い出と、そして温かな涙を、呼び起こしていただけたらと思いますと言ってるうちに最後の曲でございます。青春時代、中学校、高校、大学の10年間に11人に振られたという、経験をしております。もう恋は遠い日の花火ではございますが、失恋の悲しみは今も胸の底にチクチクと残る線香花火のようだといったところでよろしいでしょうか。春だというのも、冬の歌です。そのために私らも冬仕様の衣装で参りました。ちょっと寒かったけれど頑張ります。ありがとうございます。冬子、雪の朝にという歌です。微笑んでたのか。
凍える街です。冬子、お前の。